アリエルアトム。アトムは、AA アリエルモーターカンパニーが年間約100台製造する二人乗り乗用車。英国サマセット州にあるアリエルモーター社が作るライトウェイトスポーツカー。ライトウェイトカーという軽量スポーツカーのカテゴリーでは、一般的に 1000kg 前後の車重が多いが、その中でも一際軽い 500kg 台の車重、乾燥重量となっている。一般道を、 走行可能な乗用車ではあるが構造はレーシングカーに近い。現行のアリエルアトム3.5では車両重量は 612kg、乾燥重量は 550kg。エンジンは自然吸気2.0リットルで245馬力を発生し、オプションのスーパーチャージャー仕様は310馬力を発生する。サスペンションアームはダブルウィッシュボーン。 プッシュロッドの構えでサスペンションはフレーム上部に寝かせて配置、インボードマウントされている。そのパワーウェイトレシオを乱暴に説明するなら、マツダロードスターの車重を半分にして、パワーを倍にした車である。車重とパワーは F3 の規格に近い。極めてスパルタンな車である。運転手、タイヤ、フレームがむき出しであり、ほぼ、ボディというものが存在しない。 ソフトトップ、ウィンドウ、ドア等は存在せず、エアコン、オーディオは優に及ばず、内装というものが存在しない。現代のスポーツカーにはほぼ標準となった電子安全装置 ABS や TCS などもない。まさに、公道を走るフォーミュラカーである。アトムをカスタマイズする際、本物のフォーミュラカーをイメージして、フロントウィングやリアウィングをつけることもしばしば見られる。例 3.5R のローンチに伴い、純正オプションとしても前後ウィングが登場。アリエル社自身が、ノードアーズ、ノールーフ、ノーコンプリマイズ、ドアなし、屋根なし、妥協なし、と歌っており、その標語は、シリアスファン。ドライビングを楽しくするもの以外はすべて排除することを、方針としている。シャーシはカナダドルによって設計され、パイプフレームで構成されており、 シャーシとボディの区別がつかない。開発初期にはコベントリー大学のライトウェイトスポーツカー、LSC ザインという産学連携プロジェクトとの密接な関係を持っている。1996に作られた LSC プロトタイプがアリエルアトムの直接的な原型である。英国にはバックヤードビルダーと呼ばれる小規模生産の自動車メーカーが多いが20年間も 一つの車種を小規模生産のままで安定供給するメーカーは非常に稀であり、アリエル社とアトムはバックヤードビルダーの中でも特に成功した例の一つである。2000年、アリエル社はアトムを発表、発売した。当初社員7名のいわゆるバックヤードビルダーであり、そのパーツは他社からの流用部分が多かった。車重 450kg、エンジンはローバー系シリーズ。 トップギアテストトラックでのタイムは124.02003年からのアトム2ではエンジンがそれまでのローバー車系シリーズからホンダの計20アンペア型 i ビテックエンジン2.0リットル160バイト HP なモデルに変更されたスーパーチャージャーモデルでは300バリまでのオプションが存在したスーパーチャージド300バイト HP のバージョンでは 456kg のボディとの組み合わせにより、0から60マイル、H 加速はわずか2.9秒である。エンジンマウントブッシュが非常に小さく、恐るべき、アクセルレスポンスを誇るピーキーな車である。トップギア、テストトラックでのタイムは01、19.5、参考までに、エンツオフェラーリのタイムが01、19.0、 アトムと同じエンジンを積むシビックタイパーで01、32.8。2007年、アトム3をリリース。無限チューンからのフィードバックでフレームが補強され、エンジンは K20Z4 エンジンに変更された。エンジン出力はノーマルで245バイト HP、スーパーチャージャーモデルで300バイト HP、アクセルが電子、バイバイ明され、 過敏すぎるレスポンスが穏やかになるよう液が調整された。0時速 100km 加速はノーマルで3.2秒、スーパーチャージドで2.8秒。最高速度は時速 241km。10周年を記念し10台のみ、限定生産で無限 M テックチューンモデルを生産。自然吸気エンジンのまま275馬力までパワーアップさせ、 フレームの強化とともに、足回りのサーキット向けオプションを標準装備している。25台の未生産。ケイターハムのケイターム RSTV8 のエンジンをベースに、開発された 3.0LV 型8気筒エンジンを搭載し、最高出力は500、A、馬力ァ 1500RPM を誇る。それに対し重量はわずか 550kg に抑えられている。 そのため1トンあたり 909A 馬力で、パワーウェイトレシオは、回に日い。現代の F1 は 700kg、900馬力程度。また、フロントとリアのウィングが、標準装備となったことで、ダウンホースも向上している。0時速 100km 加速は2.3秒。0時速 160km 加速は5.4秒。最高速度は、時速 270km である。 トップギア、テストトラックでのタイムは1、15.1、2013年、アトム3.5をリリース。エンジンは3から、据え置きの K20Z4、無限チューンドバント V8 版からのフィードバックから、フレームが見直され、シャシー構成が上がったが、基本的には、マイナーアップデートである。外見上の変化としては、ノーズ部分のパネルの延長。 ヘッドライトとフォーグ、ウィンカーの小型一体ユニット化、後方ブレーキランプの LED 化、ダッシュパネルのデジタル化などが挙げられる。また、スーパーチャージド版は310馬力と、やや出力アップしている。乾燥重量で 550kg、総重量 612kg。0時速 100km 加速は、ノーマルで3.2秒、スーパーチャージドで2.8秒。 最高速度は時速 241km。2014年に発表されたよりレーシング仕様に特化したモデル。前後ウィング、シーケンシャルパードルシフト、オイルクーラーのためのサイドポッドを装備。スーパーチャージャーの下級圧をさらに上げ、350馬力を発生させる。0から 100km 加速は2.6秒。最高速 275km。 トップギアのドレアグレイステストでは0時速 100km 加速2.8秒、0時速 160km 加速5.8秒、0から 400m10.6 秒となっている。2018年、アトム4をグッドウッドにて発表。生産は2019年から年間100台前後としている。最新のシビックタインパーのエンジンを搭載し、見た目はほぼ変わらないものの、 シャシーから新設計されている。アリエル社自身により、アトム3.5から引き継がれたパーツは燃料キャップとクラッチペダル、そしてブレーキペダルのみ、とアナウンスされている。全長は 3520mm に拡大。ホイールベース 2390mm、トレッドは前後 1600mm、1615mm、エンジン最高出力は320馬力。 420ナノメートルとなり、パワーウェイトレシオは標準モデルで2ラムを切る。シャシーパイプの大口径化、タイヤの大型化、光合成化、ターボの標準化、低重心化、サスの再設計によるジオメトリの改善。2000年以来、初めて CFD、数値流体解析を用いた空力設計を行っている。また、 全方位からの 50km クラッシュテストに耐えるとされ、欧州での車両規格をパスすることを前提とし、設計された。車重は 595kg と約 45kg 増大。主にタイヤの大型化とシャシーパイプの大口径化によって車重が増加したと思われる。0から 100km 加速は2.8秒。0から 160km 加速は6.8秒。 最高速 260km。1999年の初代アタモでは1億2016万5190馬力のローバー系型シリーズエンジンが搭載されていた。初期設計は1973年と古いが、コンパクトで低重心、低重量。2003年からのアタモ2のエンジンは2.0リットル、4気筒、ホンダの計20アンペア型 I、ビテックエンジンとなる。 標準仕様220馬力、スーパーチャージャーオプションで300馬力となる。レブリミットは 8600rpm。耐久性能やメンテナンス性も良く、自然吸気で1リットルあたり110馬力発生させる、高性能エンジンであることから、ローバーからホンダに変更したとされている。2007年からのアタモ3、及び3.5は、K20Z4 エンジンに変更された。 標準仕様の出力245馬力、トルク 22kgm、スーパーチャージャーオプションで310馬力を発生する。シビックタイプ R ユーロ、FN2 のエンジンをベースとする。このエンジンは、バランスシャフトのない K2-0A と比べて振動が少なく、エンジンマウントも変更されているため、車の振動は劇的に改善したとされる。また、DBW、ドライブバイワイヤと、 バランスシャフト追加の弊害として、アクセルレスポンスの悪化が指摘される。年長マップの変更等により、ノーマルエンジンから50馬力地い出力アップがなされている。最新のシビックタインパーのエンジン。アタモ4に採用されている。k 2名を冠しているが、ターボモデルとなること、ニュルブルクリンク FF 最速の使命を追って誕生したこともあり。 実際にはほぼ流用部品のない新規設計のエンジンである。直列4気筒、1996cc 直噴ターボ、320馬力、トルク 40.8kgm を発生させる。レッドゾーンはターボとしては、かなり高めの 7000rpm、吹け上がりを重視し、軽量フライホイール、小型カウンターウェイト、ピストンの軽量化、熱対策として、 クーリングチャンネル、ナトリウム風入バルブ等、サーキット走行を前提とした、コンパクトかつ高回転、ターボとしては、高出力のエンジンとなっている。アリエルアタモ4用のカスタム液は、A、梅が開発。アリエルはフレームを、チタンで作る計画を持っていた。プロトタイプが製作され、フレームパイプを代行経過しつつも、全体で 100kg 近い軽量化を達成すると、 言われていた。だが、実際には溶接のための大掛かりな設備が必要で、この計画は頓挫している。大口径化したパイプフレームのみ、アトム4にフィードバックされた。かつての F1 で猛威を振るった底面から空気を吸い出すハンカーと同じ構造を取り入れる計画。最初の発表の後、続報はない。実際には市販車でこの構造を取り入れた例はないため、 実現性は薄い。千馬力を達成するという電動モデル計画。しかし、電池のために、かなりの車重像が創造され、外観もエアロを重視したかなり異なるものであるため、別社名での発売か、もしくは市販化されない可能性が高い。同じ、英国のモーガン社も、電動スリーホイラーの計画を発表し、プロトタイプも製作したが、市販するには至らなかったという経緯もあり、 実現性は低い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。